久々の池さん DIY ご紹介コーナーです。今夜ご紹介するのはこちらでございます。全く何だかわからないですね。ここに注目してください。これはここです。ここ、はい、ここにはまるパーツでございます。これね、パーツ、これをですね、このようにイレクターを使って L 型の天然パーマー、オリジナルバーアジャストシステムを開発いたしました。こちらですね、ここの部分のパーツね、このパーツを 3D プリンターでここのパーツを作られているメーカーさんいらっしゃいましてね、これ今回僕にプレゼントしてくれたので作ってみました。どのようになるかと言いますと、ここの飛び出し防止棒みたいなねのが刺さるこの穴を利用して、見てください。でてれーガシー、わーすごい。そして反対側です。反対側を見てください。ガシー、おー、ね、このように刺します。そこにですね、この天然パーマオリジナルアジャスト棒ステッカー貼ってあるだけじゃん。そうですね、オリジナルアジャストバーを入れてですね、ここでちょっと長さを伸ばしてあげるんですね。はい、このように突っ張らせてあげます。ここで突っ張ってます。突っ張ってますね。はい、はい、この状態でですよ、さらにこのピンチを用意しときます。そうですね、まあ、3つもあればいいでしょう。このね、アジアで買ってきたねこのシーツたちをここに挟んであげることで、なんとカーテンができてしまうという画期システムですね。こうすることでね、夏なんかはこんな感じで目隠しが作れると、あのほら窓につけるシェードね、我が家はよく使ったんですけども、あれ結構めんどくさい。ピッ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 、結構ね大きいから二人がたりじゃないとつけるの大変なんだけども、こういうふうに簡易的にカーテンを作るための、ここもう一回見せますよ皆さん、天然パーマオリジナルバーアジャスト、いえ違います、テネパーマオリジナルバーキャッチシステム、これを開発しました。注意点がございます。実はですね、やっぱりちょっと強度が弱いですね、うんうんうん、強度が弱いのであまり重量物をここにぶら下げるのはちょっと怖いかなっていう気がしてますので、まあ、こういうふうにね、軽いカーテンテープでしたら簡単にかけることができます。さらに私たち冬ね、あのスキー場で車中泊をするんですけど、その時にここにですね、まあ、ちょっとしたグローブとかマスクとかさ、どうしても濡れてしまうもので、うんうんうん、早急に乾かしたいものなんかはここに簡易的にぶら下げてあげることで、ヒーターを使ってヒーターの熱をねこっち側しに吹いてあげる、するとここにかけてある洗濯物が乾くであろうということも計算して作られました、天然パーマオリジナルバーキャッチシステム。なんか物干し竿みたいな感じだね。なんでそういう安易なネーミングよくない。天然パーマオリジナルバーキャッチシステムですよ。これまだね非売品なので。あ、そうなの？ここの部分はもうね売ってます。あ、この私が開発しましたオリジナルバーキャッチシステムはこれ非売品です。決してイレクターで組んだだけではありません。緻密に計算されているということをご理解いただきたい、はい、どの辺が緻密に計算されているかという言いますと、ここをちょっとフォーカスして取ってみてもらっていいですか。ここね R がついてるんですね。なので、はい、実はここスライドする分のストロークを残しておいてあげないといけないので、少しずらしてつけてあるんです。これは R がある分を逃げてガッチャンコできるようにするためです。なるほど、やっぱりねちょっと強度が弱いです。なのであまり重いものはつけられないので、そこだけ注意してください。こちら確かねヤフーショッピングでね販売されてますので、概要欄に URL 貼っときます。よかったらこれを使って皆さんもオリジナルなんだっけバーキャッチシステムみたいなの作ってみたらいかがでしょうか。天然パーマ DIY シリーズオリジナルバーキャッチ。 Dude, that father is 天然permed!